い、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回の奈緒チャンネルは何するんですか？私何にも聞かされていないんですけど。そうです、奈緒さんちょっとね、はい、奈緒チャンネルを編集しているはいパソコンがはいちょっと限界を迎えまして、はい、でもパソコンないと動画をお届けできないんですよ。そうですよね。で、うん、新しいのをゲットしました。え、パソコンを。ほう。で、はあ、もうちょっと良くしたいなと。はい。どうせなら動画にしようかなと思いまして。へぇー。皆さんに、はい。やってもらいたくて、はい、今、手元に、パソコン、目の前に、反対向いてるパソコンがあると思うんですけど。これ、反対向いてるパソコンなんですね。そうなんです。それが分かってなかった。何をやらされるんだろうと。これなんだろうと思ってました。ああ、パソコン反対向いてるだけなんですね。はい。なるほど、なるほど。で、奈緒さんから行くと、右の奥側になんか、カードみたいな長細いのがあったりとか。これ？はい。うん、ありますね。わかんないですね。で、まあ、工具みたいなのも。そうです。まあ、工具はもうミニ奥でも慣れてると思うので。うん。これなんだろう？わかんない。わかりました。へぇー。はい。だから、手袋も。はい。まあ、手袋していただいて。はい。じゃあ、パソコンを開けて。はい。まあ、メモリーアップ。へぇー。で、記憶媒体。SSD の増設、はい、っていうのをやってもらいたいなと思っております。ああ、貴重な、こんな大丈夫ですか私。今メンバー限定生配信をやったばっかりでレモンサワーで乾杯したばっかりだから大丈夫かな。ちょっとお酒入っちゃってますけど大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。ちゃんとうちのシス、もうエンジニア、もう担当さんがちゃんと、あ、もう見てくれてるので。やっちゃダメなことあったら言ってくださいね。ダメダメって言ってください、ね。直します。ちゃんとやっても直します。はい、ちょっと頑張ります。わあ。パソコン好きの方とかからね。あ、そうですね。こういう動画を。こんなのはダメだって言われないように、ちゃんと。言われないように。手袋も用意してます。手袋、はい。じゃあ、お借りします。はい。じゃあ、まずは手袋。手袋ね。サイズが合うか、あれですか。あ、大丈夫だと思います。全く、聞かされていなくて、スタジオ入った時に、奈緒さん今日配信終わった後20分時間ありますかって言われて、え、何ですか、はいって言って、何だろうと思ってましたが、そういうことですね。え、パソコンも結構限界だったんですね。そうです。プレステ5買いたかったんですけど、はい。パソコン買えって言われまして。ご家族からね。はい。そりゃそうだ。プレステ5買うよりもね。そうです。こっちですよ、大事なのは。はい。じゃあ、手袋しました。はい。では早速ですけれども、はい、まずパソコンのノートパソコンの裏の蓋を外したいと思います。中身を改造するために。はい、これが今裏なんですよね。はい、なので、こういう蓋を外すためにオレンジ色のドライバーがちょっとあると思うんですが、そのを使ってネジを全部外しちゃいましょう。ネジを全部、こういうところのネジを。そうですね。はい、わかりました。すでに外しておきましたので、あとネジがついてる、はい、ついてるところだけ外してもらって。はい。まあこういうのはね、ミニ四駆でね、割とやってますから、どうですか。そうです、逆でしたね。まあ、言ったとこだろ。反時計回りに。すいません、間違えました。で、ネジはまあ、適当な隅っこに置いてます。はい。で、場所がね、分かるようになって。はい。どっか行っちゃってた。順番に外していく。場所がやっぱり分かんなくならないようにした方がいいですね。そうですね。ただ今回同じサイズのネジだけ残しておいたので、ぐちゃってなっても大丈夫です。じゃあ一応、こうにしとこう。あ、そうです。こう、こっちね。はい。パソコンを解体することなんか今までもちろんないですから、中がどうなってるかなんか全然知らないです。はい、へぇー。ああ、これはちょっとマニアックな動画ですが、好きな人は好きですよね。てか私みたいに知らない人は見たいですよね。どんななってんだろう、なんか。真ん中にネジが。はい、はい。それだけちょっと形が違う。あ、これはじゃあ別のところに置いたんですね。はい。はい、じゃあこう、別の真ん中にネジを。はい。はい、では、ネジが外すことができたので、蓋を剥がします。まんま上に上げればいいのかな。なんですが、最近のノートパソコンは爪がかかっているので、はい、それを開けるためにオレンジ色のそのピックみたいな。これか。で、そこがプラスチックの隙間にこう差し込んで、こう滑らせるようにしてパキパキっと開けていくという。何？ちょっとどこに？ちょっと待って。どこがどう外れるのかっていうのを知らないとね。そうですね。あー、なんか分かった。色が違う、ちょっとだけ。
右利きであれば、うん、多分右手のところでこう刺すのが、はい、そういう風になっていくのが。この隙間に入れればいいのかな。はい、そうです、ね。あ、ちょっと浮いた。隙間に結構強く押し込んで滑らせていたらパキッと外れる感覚があるので、はい、そうです。そしたら左手で蓋をちょっと上げながら、はい、今でそうですね。で右手の方でもう一回爪を刺して奥の方に、そうです、奥の方にやって隙間をもよりなんかこじ開けていく感じです。ああ、ここでいいんですか？奥っていうのはこっち側。あ、そっちこっち手前ですね。隙間、隙間。はい、あ、そうです、そうです。うん、そういう感じ。いい音します。いい音します。うん、いい音しました。あ、いいですね。はい。はい。ここまで行けたら、はい、ノートパソコンを、それ反対側行きましょうか。こっち側。180度回転させてもらって、ね。これ自体を回転させるってことですか？右利きやったら、同じような感じで、ちょっとテンションかけて。え、なんか違うところがちょっと。あ、そうですね。そうですね。ちょっと押し込むような感じで。わぁ。すごい、このオレンジの子なんだろうと思ってましたが。どういうこと？意外とちょっと。あ、お、いけた。逆に、いかに。そしたらもう結構外れました、手前のところ。はい。でまだ多分裏側がまだちょっとかかってる。まだかかってるんですね。はい、どっかが引っかかってんちゃうかなぁ。で、ここか。そうです、その辺、隙間に。あ、そこは入ってる。その先っぽいですね。こっちかな。あ、ですね。はい。開きました。開きました。下はこのまま、どっか空いてるところに置いといても。このまま、この裏返して。裏返して。はい、こうなってるんだ。はい、それ多分蓋です。重要なところは多分本体側。こっちですよね。いや、分かってますよ。分かってるけど、一旦こっち始まりたいって。分かってるよ。すみません。はい、で、これで、ね、これはどういう向きで、はい、それが、元の向きに戻すの、一番、その向きがちょうどいいと思う。こう。はい。はい。これが本体の中身になっています。まあ、すごーい。いやー、わかんない。はい、で今からですね、ノートパソコンにバッテリーがついてるので、それをつけたまま作業すると危ないので、まずバッテリーを外します。うん、で、バッテリーはどこかというと、なおさんで言うと、奥側になる。こっち側になる。あ、そうです。その黒いのがバッテリーです。でかいの。あ、これ？はい。もう。こんな大きいんだ。そうです。ノートパソコンのバッテリーはそんな大きいやつです。へー。バッテリーを接続されてるネジが3個あるので、そちらを外していきましょうと。こっち？そっち、手前のオレンジで同じやつでしかいけたはずです。はい。3箇所ネジがついてるの分かりますでしょうか？1、2、3。あ、そうですね、そちらですね。はい。ですね。分かりました。そちら3箇所外して、はい、そのネジはちょっと先ほどのネジとは違う別のところに3つ置いてもらった。あ、はい。はい、この3つは一緒なのかな。3つ一緒のネジです。はい、緊張しますね。こっちこの子がなおちゃんで作ってってくれるんで。あー、そっか、そう思うとなんかよろしくね、頑張ってくれ、頼む。よし。はい、でですね、このまま外すとケーブルがついてる状態。ここついてる、はい、そこも、どうやって取るの？ケーブルを、外してもらいますと。バッテリーを上に外すというか、持ち上げてもらう。まんま上に平行、はい。そうですね、傾けてみて。水平にというか、はい、その時に、そしたらケーブルが根元になんか白いコネクタがあるので、はい、そこブスッと抜いてもらって。これ、手で抜くんですか？抜けます。手前に引っ張ればいいんですか？はい、手前に引っ張る。緊張するんですけど。はい、これを、はい。うわ、怖い。これ引っ張っていいの？はい、大丈夫です。あ、受けた。はい、受けました。じゃあ、バッテリーまた蓋の隣くらいに置いといてもらって。はい。じゃあ、これで安全に作業ができるようになりましたと。うん。では、早速ですが、次にメモリを増設していきます。パソコンの。メモリ。はい。メモリです。はい。これ。あ、そうです。そちらです。一般的にメモリってパソコンの中で、うん、机の広さと言われてます。おー、わかりやすい。まあ、なおさんが、作業されている机は、広々してるんですけど、はいはい、安いパソコンとかやったら、ほんまに、小学校の机くらいのサイズしかない、何もできないと。で、今回今刺さっているのは 16GB のメモリから、なんと、64GB。はい。
の、4倍のメモリにします。へえ、すごい。一般的なパソコンで、ノートパソコンでもいいパソコンでも 16GB とか、よくて 32GB なので、なかなか最強な感じになるかと思います。あの、iPhone とかもね、何ギガかで金額も変わりますよね。そうですね。しかしそれ実はメモリじゃなくて、ストレージ。また違うんです。メモリと。あれって16とか32のその刻みじゃないですか。あ、そうですね。似てるだけで違うんだ。またそちらの方は後ほども。あ、わかりました。ああ、そっか。じゃあ、デジカメの何ギガとかっていうの。あ、そうです。それもまたメモリとは別。メモリーカードとかありません？はい。あれも、厳密に言うと、今から交換するメモリとはちょっと違う。違うんだ、ごめんなさい、余計なこと言いました。あら、そうですか。あくまでも机の広さ。机の広さなんですね。たくさんあればあるほど、たくさん作業ができる。作業ができる。はい。後ほどちょっとそのストレージの件についてご説明させていただきます。お願いします。早速ですが、なんか真ん中に黒い、なんかこう、ラベルみたいなのあると思うんですけど。ありますね。そちらの、大きい、なおさんが言ったら左手側にペラペラペラって剥がしてもらってもいいでしょうか。え、あら。剥がしていいんですね。ビリ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 。わー。はい。で、まあ、もうちょっと大きめに剥がしてもらって。もっといいですか？はい、もっと大丈夫です。ではい。その目の前にあるのが、いわゆるメモリでございます。へぇー。そちらのメモリを取り外して、今、なおさんの、パソコンの奥にある黒い、なんか板みたいなの2つあるんですが、はい、それが64ギガ分の32ギガ、32ギガの。これは別売りで、別売りで、なるほど、調達しました。ってことですね。はい、はい、はいはいはい。早速ですが、真ん中の目を取り外したい、取り外し方ですね。うん。今そちらには、8ギガバイトのメモリが2枚ついてまして、1枚ずつ取り、うん。8と8なんで16なんですね。おっしゃる通りです。なるほど。はい、これ2つとも取るということですね。そうです。で、取り方なんですが、両サイド、メモリがついて両サイド、銀色の引っ掛けと、うん、あるある。はい、それを、外側にカチッて爪で引っ張る感じ。これを、カチッと、はい。そうです、そうです。親指の方がいいかな。あ、いけた。です、ね、簡単だった。じゃあ、反対側のやつも同じようにピッ。はい。じゃあ、そのメモリをもう手でもう触って、持っちゃっていい。はい、引き抜いてください。はい、取り外しました。はい。これが元々入ってたメモリです。へー。はい。この中でパソコンさんは、この中のメモリの領域を使って作業をします。うん。はい、これじゃあ、置いてもらって。適当なところ置いといてもらって大丈夫です。はい、というところで。じゃあ、もう一枚も外しちゃいましょう。はい。はい、はい。同じですね。8ギガ。8ギガバイトです。8ギガバイト。はい、ギガバイトです。2つ。はい。では次に新しい32ギガバイトのメモリを1枚ずつ挿していきましょう。おー。先ほどの。なんか強そう。さっきと比べたら。見た目が全然違うんだけど。あ、ほら、だって見比べたら。はい。なんか強そう。そうですね。でもあんま見た目は変わらない。ここ隠れてるだけ？隠れてるだけかもしれないです。まあ、確かに実際強いのは強いですが。かっこいいです。頼もしい。じゃあ、早速ですが、ちょっと向きがあるので、実はその割れてるところ、基板の、そうです。そこの向きが一致する隙間の、なんといったような、コネクタというか、ぼちっと。こういくんですかね。これって裏表あるんですか？裏表があります。多分ちょうど合うところ、センターで真ん中ではなくて、ちょっとずれてるので、合うように斜めに差し込んでいただいて。こうだと合わないから、こっちだ。そうです、そうです、そうです。ああ、こうだ。あ、なるほど。はい、そのじゃあ、上の方から斜め45度で差し込むイメージです。こうですか？そうです。で、ギュッと押し込んでもらって、上から押し込むみたいな。そうです。で両サイドを押し込むみたいな。グッと押していいんですか？その指です。はい。カチッといきます、うん、あ、いきました。いった。はい、なるほど。同じ容量でもう一枚お願いします。上から見ると、ここだとずれちゃうからこっちだ。そうです、そうです。はぁ。へぇ、繊細。斜め45度。ずっと押し込んでから、上から押し込むっていう。はい。はい。これで。上から押し込む。うわぁ、緊張する。はい。できた。はい。あれ、おめでとうございます。おめでとうございます。メモリの方の増設ができました。はい。これでもうメモリは4倍になりました。4倍になった。はい、これで 4K の。やったー。パワーアップした。これは戻すんですか、このペラを。はい、そうですね。ペラはもうキュッと。ペラは。やっといてもらって大丈夫です。このペラのこっち側は別にいいんですね。そうです。こっちは大丈夫です。はい。
何してるんですか。はい。次になんですが、うん、今回のなおチャンネルの動画データたくさん保存できるように、編集データ保存できるように。ストレージ？そうです。ああ、出てきたよ。はい。保存するための容量を増やします。はい。それはいわゆる SSD というものを。SSD？ はい。うんうん、という、昔で言うとちょっとハードディスクドライブっていうなんですが、うんうん、まあ、今回は SSD を増設します。はい。今ただいま、はい、C ドライブというものは、存在して、普通に一つだけもちゃんとあるんです。一つのストレージはあるんです。ああ、一つはあるんですね、ストレージが。ただ、それだけやったらやっぱ物足りないので、うん、2TB のストレージ。2TB はすごいですね。はい、2TB というのはどれくらいの容量かというと、うん、今、ナオさんのスマホの容量とか、うん、多分128GB とか。多分そうだと思う。で、それ20倍くらいです、ね。ああ、なんか、前、うん、機種変更する前に、はい、クラウドを 2TB にしたんですよ。ああ、なるほど。あれ？ 2TB？ うん、そう。ストレージだけ大きくしたの。でも、きっと、その手前が本体自体は増えてないから、そうですね。っていう、どうしようって思っちゃって、機種変更するのは次は絶対増やそうって思った。なるほど、わかりました。はい。で今のパソコンは 1TB はもうすでに入ってる、うん、で、さらに 2TB 積んでしまう。じゃあ 3TB になるんですか？うわぁ、すごい。たくさんデータが保存できるようにしようと思います。で、そちらが今、右手の斜めのケースに入ってる。これですね。ずっと気になってました、はい、ケースに。はい。それが SSD に 2TB 容量がございます、ね。で、こちらですね、取り付ける場所が、うん、左手の、指先に行くと、多分ネジが1個ピョコンって出てるところがあると思うんですが、見えますでしょうか？ネジが。そうですね。端子で行くと。これ？いや、違う。もうちょっと手前です。ネジがいっぱい。あ、これ？あ、そうです。そちらです。そこのところにネジで取り付ける式になります。へぇー、うん、で、まずもう順番にご説明するので、まずそのネジを、その余ってる一本細いドライバーで外しましょうと。はい。これですね。はい、そうです。これを外すんですね。はい。ちょっと小さいやつに気をつけてください。ちょっと押し込むような形でやって、ね、半分。回った。あとよくストレージはあれですね、机で言うと、引き出しとか棚の数に例えられますね。うん、ああ、なるほど。どんだけ入れられるかっていう。うん、広さじゃ、さっきのは広さで、はい、今度は数に。なるほど、わかりやすいです。じゃあ早速その SSD をこの子を開けますか、はい、はい、開けちゃってください。はい。ああ、じゃあこの子が。初 SSD ですね。はい、SSD 2TB なんですね。それ取り出してもらって、うん、パコッとこう取り出していく。はい。でですね、端子がついてる、金属端子がついてるのは右手側になります。じゃあこうか。はい、そうですね。で、それで、左手側の穴が先ほどのネジ穴に来るように。うん、ネジ穴にここが来るの？なるほど。斜め45度で、あ、実は端子の方斜め45度、逆向き。こっちか。刺すところはちょっと見えると思うんですけど。そうです、ちっちゃい。ここか。そこに斜め45度でサクッと刺していただいて。はい。ギュッと押し込んでもらって。緊張しますね。結構ガスッと押し込んでもらってます。あ、OK です。で、そのまま、下に押さえつけて、今度はネジ止めするという感じです。さっきのネジですね。はい、さっきのネジです。ネジで。時計回りだっけ？そうですね、時計回りで。難しい。方向に。あ、行けた。今行きました。うん。で、それしかいないだろう。これで D ドライブ、まあ、いわゆるサブストレージが出来上がりました。ああ、やったー、おめでとうございます。では、これで、改造のカスタマイズができましたので。おー、すごい。では、ちょっとまた緊張感保ちながら、ちょっと先ほど逆の。おー、ドキドキするバッテリー。組み立てですね。はい、戻しますね、はい。順番は全く逆で大丈夫です。うん、はい。これは、まず端子をつないで。端子をまずつなぐんだ、はい、そうだ。ここにつなぐ。カチッと言いますか？はい、言いましたよ。言いました？もういけてます。これも大丈夫ですね。はい、いや楽しい。え、これはもう、あとはもう、もう一回カバーしていくだけ？はい、そうです。ああ、ここが大事なとこだったのね。そうなんです、そうなんです。緊張した。はい、完成しましたね。いや、楽しかったです。楽しかったですけど、緊張がすごかったです。絶対、高価なものだし、人のものだから。いやー、でもすごくなんか思い入れがね、ありますね。これでね、なおチャンネルこれで頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ということで、今回はパソコンをパワーアップした動画をお届けしました。ってことでいいですか？簡単に。64GB のメモリと。はい。64GB のメモリと、
2テラの SSD を追加しました。急遽だったけど、まあ、ちょっと楽しかったです。いいですね。無心になって夢中になっちゃいましたね。ありがとうございました。ということで、今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そして引き続きチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。及川奈緒でした。さよなら。